日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。マックスのストロベリーフラペチーノを飲みたいと思います。紅白であんた縁起がいいフラペチーノですね。もう春も終わっちゃいますけど、最後に色づかさを感じられるのかな。では飲んでみます。だけどクリームと混ざっていくとだんだんまろやかにもなりますね。なのでただ甘酸っぱいだけじゃなくて、いちごミルクのようなまろやかさも楽しめる美味しいフラペチーノです。もうすぐイチゴの季節も終わってしまうのが本当に残念ですね。まあケーキとかで食べようと思えば食べられますけど、やっぱり旬が一番ですから。あまり混ぜないで飲むとイチゴの甘酸っぱさが前面に出てきて、混ぜながら飲み進めていくと今度はクリームと混ざってまろやかな味わいになっていきますね。最初はイチゴなんですけど、だんだんイチゴミルクの味に近づいていくような、そういったフラペチーノでした。お好みで楽しみ方が選べるというのもいいと思いましたね。甘酸っぱいのがお好きなのであればそのまま、あまり混ぜずに、まろやかなのが好みであれば混ぜて飲んだ方がいいと思います。というわけで今回飲んだストロベリーフラペチーノは2種類が楽しめて甘酸っぱさもしっかり感じられたので5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。